ビ<ズ>アメリ,カメリーランド州とある町の警察署のロビーで次の瞬間ガラスの扉を突き破って中に入ってきたのは1台の車警察によりますと運転していたのは24歳の男でこの男は事故の直前別の警察署に 警察官を殺すつもりだと脅迫する電話をかけていました男は殺人未遂の疑いなど8件の容疑で逮捕されましたこの事故によるけが人は出ていません